東洋大学、東洋大学板倉キャンパス東洋大学板倉キャンパス地図東洋大学板倉キャンパスは、群馬県大羅郡板倉町泉の1-1-1に、ある東洋大学のキャンパスである。群馬県庁が開発を進める板倉ニュータウンの中心に開設されたキャンパス。板倉ニュータウンの開発計画に組み込まれており、現在使用しているキャンパスの北側に所有している。 空きスペースを含めて約33.0ヘクタールの土地が大学用地として確保されている。生命科学部、食環境科学部、大学院は大学院生命科学研究科、食環境科学研究科が設置されている。2009年度より国際地域学部が白山内にキャンパスへ移転した一方で、生命科学部は生命科学科一学科から生命科学科、 応用生物学科、食環境科学科の産学科へ増設した。これにより、生命科学に関して、基礎研究から応用研究、また食品科学と環境科学研究の広い範囲での教育、研究が行われるに至った。2010年3月には、新実験棟の5号館が竣工し、約40人の研究者を要する北関東では、 最大の生命科学教育研究機関の体制を整えた。徒歩300メートルほどのところにある板倉東洋大前駅の名称は本キャンパスに由来する。2020年3月24日に生命科学部、食環境科学部を埼玉県の東洋大学朝霞キャンパス及び東京都の東洋大学赤羽台キャンパスへ移転させることが発表された。 板倉キャンパスの学部がすべて移転してしまうことから、板倉町では事実上の撤退と捉えている。ただし大学側は、日本経済新聞の取材に対して、撤退という言葉は使用せず、別用途での使用も含めて、あらゆる可能性を検討する旨を回答している。板倉キャンパス正門5号館北側、泉の公園より望む板倉キャンパス豊富な敷地面積を利用して、大きな教室、 実験室などのスペースが確保されている。その他に、サッカー場、多目的グラウンド、テニスコート、体育館、200メートルトラックなどが設置されている。なお、同キャンパスには、交友会や教職員、板倉町の有志によって作られた。混流当時は、堂々像には、メガネも、造形として取り付けられていたが、現在は、メガネは取り外され、裸眼の状態である。 キャンパス西側に広がる広大な土地は夏には、うっそうとした草むす土地になる。年に数回の実の草刈りのため、草むらの中には、木地など多くの野鳥が、住みかとしている。また、キャンパス北側の池には、渡らせ湯水池が近いためか、飛びやカモの他にノスりなどの多くの野鳥が訪れる、ことが観測されている。その池の縁を囲うように桜の木が植えられ、 整備された公園などもある。ありがとうございます。